皆さんこんばんは。海外メーカーの交渉スペシャリスト、林和馬と申します。本日はですね、アメリカのですね、若者に大人気のですね、株とか FX 仮想通貨アプリロビンフッドがですね、先日ナスダックの方にですね、上場しましたので、本日はですね、それについてのお話、実際にですね、株価の方を見てみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方に向きたいと思います。 Robinhood just went public. Warren Buffett, Michael Burry and other top investors have blasted the trading app and warned day traders to be careful。ロビンフッドというですね、今非常に個人投資家の人たちにとってね、有名な証券会社があるんですけども、ニューヨークのナスダックの方にですね、上場しまして、初日で公開価格と同じ38ドル、時価総額で1290億ドルぐらいをですね、今調達したということになりますが、かなりね、著名な投資家であるこのウォレン・バフェット氏、マイケル・バリー氏、その他の有名な投資家さんっていうのはですね、このトレードアプリであるこのロビンフッドに関してはね、回帰的であるというところはね、今のところまだあるという感じなんですね。で、まあこのロビンフッドっていうのはですね、 The trading app is popular among amateur investors and day trader because it doesn't charge commissions, allows fractional investing, and trusts its users to trade on the margin and buy and sell risky complex financial products such as options ですね。このアプリがなぜこれだけ有名になったかと言いますとですね、アプリが非常に優れてまして、まあ、日本でいうですね、仮想通貨アプリのこのコインチェックさんみたいな、非常にね、こう感覚的に使える。普通ね、なんかこう、大手の古い証券会社とかでね、こう見るだけでごちゃごちゃしててね、非常に難しい、とっつきにくい感じがあるんですけども、この、ロビンフッドさんっていうのはですね、ちょっと私もありますけども、こういう、感じでね、アプリ自体もね、非常にスッキリしてるというのがまずね、人気の一つになります。それからあとはですね、例えばね、100株ぐらいしか買えないっていうのはね、通常では株とかでは合うと思うんですけども、そういうのをね、10ドル単位ぐらいからもこう購入できてしまうというのがこのロビンフッドのいいところですね。まあ、日本でいうですね、最近名前が変わりましたこのペイペイ証券、こちらもですね、もともとワンタップバイありましたが、ワンタップバイ自体がですね、通常のその100株単位とかで今日買って、それを小分けにして個人投資家に1000円からでも購入できたりとかっていう形にしている、まあ、そういった感じだと思うんですけども、ロビンフッド、まあ、こういうことができる。それから、ね、レバレッジトレーニングもできる。それからまあオプション取引とかそういったこともできたりとかするということで、非常に分かりやすくて人気があるということですね。そういうね、証券会社なんですけど、まあ、非常にテクノロジー的に優れてて、アプリが使いやすいっていう意味で、多くのね、若者がぐわーって入ってきてですね、トレードをやっているというところなんですけども、はい、実際この会社がですね、上場したわけです。社長のコファウンダーのね、人が言っているんですけども、We are proud to serve this next generation of investors and it's painful to see them continuously lambasted in the new reports.Robinhood CEO Brad Fenneb and the director Vijay Bahat wrote, another of the people winning a large amount of money garner more attention than the more pedestrian trust. The majority of our customers prefer to buy and hold.、ね、まあ多くの、ね、人がこうロビンフッドを気にしたりとかしてるんですけども、多くの人はね、ロビンフッドで長期で購入してホールドするっていうのをね、使ってるんですけども、まあそういうデイトレとかね、そういうところの厳しいところだけをこうちょっと切り取って酷評されたりとかしてるとかですね、ちょっと我々にとっても嬉しくないコメントだってことはね、ちょっと言って思いますけども、今後ね、ロビンフッドがどのようになっていくかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、実際にですね、ロビンフッドのですね、トレードなんですけども、ナスダックの方ではですね、 HOOD っていうですね、コードでやっていまして、まあ、昨日ボーンって始まって今こんな感じですね。はい、ということでですね、今この証券会社は今35ドルで購入できますけども、ロビンフッドは今かなりね、アメリカでも注目を集めております証券会社のため、今後ね、どんどん広がっていく可能性もあります。仮想通貨ではですね、コインベースとかですね、コインベースもですね、7月ぐらいにね、上場して、まあ、仮想通貨がね、その後ずっと下がってますから、ずっと下がってますけど、今後ね、仮想通貨が今から上がっていくと、株価がまた上がっていく可能性はあると思いますけども、まあそんな感じで、今ね、こういったコインベースとか、ロビンフッドといったですね、証券会社系もですね、どんどんどん上がってきてますので、注目の一つの株として、私の方もいろいろモニターをしていきたいなと思っております。はい、ということでですね、本日はですね、今アメリカで大人気のアプリ、ロビンフッドがですね、ナスダックの方に上場しましたので、本日はですね、そちらの方をお値段にしてみました。はい、それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思った方はぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.